こんにちは、高田瑞江さんのね、私はピアノという曲弾きたいと思います。お願いします。人も羨む世の中、いつも自慢の二人だった。あなたならどこまでも抜けるつもりでいたのに、あなたから目が離せない。二人して聞く笑いかと、日だまりの中で抱かれ、いつしか時のつれづれに、思い出に酔う暇もなく、心から好きよと言えた。あの頃が懐かしくて、何もかもピアノでした。いい曲ですね。ありがとうございました。